今お聴きいただいている楽曲は11月28日発売のニューシングル「銀の輝星」です。テレビアニメ「ゴブリンスレイヤー」のエンディングテーマとしてオンエア中の「銀の輝星」は歌唱はもちろんのこと、作詞・作曲も担当させていただきました。原作やアニメの世界観を取り入れた作品が完成しましたので、ぜひお近くの CD ショップをはじめオンラインショップでニューシングル「銀の輝星」をチェックしてください。ソラルでした。ローソン店内放送をお聴きの皆様、ソラルです。お聴きいただいている楽曲は3月6日発売のニューシングル「ユーリカ」です。ユーリカは TBS、TBS ドラマイズ「ゆうべはお楽しみでした」のオープニングテーマとして思うですね。ドラマの原作がオンラインゲームで知り合った男女の恋物語となっています。歌詞や楽曲、ゲームにまつわる動画や感動を見ているので注目してお聴きください。それでした。ローソンにお越しの皆様、こんにちは、浜辺美波です。ソラルです。私が出演する映画かけ狂いが絶賛公開中です。私が演じた矢上優子をはじめとする個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる極上の心理戦をぜひ劇場でお楽しみください。そして映画かけ狂い主題歌を私ソラルが担当させていただきました。主題歌アイデンティティは格狂いの原作で描かれるキャラクターたちの心理を描いた楽曲となっているので、映画館でぜひチェックしてください。ただいま店内のロッピーでは映画かけ狂いの限定グッズを予約受付中です。私が演じた矢上優子がハンガーになって登場です。ここだけのグッズとなっていますので、この機会にゲットしてたくさんかけてくださいね。詳しくは店内にあるカタログをチェックしてください。ソラルです。7月17日に全国流通版としては約4年3ヶ月ぶりとなるサードアルバム「ワンダー」を発売します。このアルバムはソラルの10年を余すところなく詰め込んだ1枚となっており、これまで経験してきたことや応援してくださっている皆様へのメッセージ、未来への希望など今ソラルが伝えたいことを曲や歌詞にしました。今まで応援してくださっていた方はもちろん、ソラルを知るきっかけの一枚としても最高のアルバムになっているので、ぜひチェックしてください。ワンダーより海中の月を救うをお聴きください。以上、ソラルでした。おはようございます、ソラルです。タワーレコード開店のお時間です。本日はご来店くださいまして誠にありがとうございます。本日もたくさんの音楽作品や映像作品をご用意しておりますので、ごゆっくり店内をご覧ください。それでは本日の開店コールはソラルが担当いたします。おはようございます、ソラルです。今お送りしている曲はニューアルバム「ワンダー」より「海中の月を救う」です。海中の月を救うはもがいても届かない大切な人への思いや沈んでいく心を深海と月に例えて歌ったバラードになっています。どんなにもがいても海に浮かぶ月は救えないけれど、せめて自分のことを見守っていてほしい、そんなメッセージを込めた楽曲になっています。アルバムの詳細はタワーレコードのホームページ、SNS をご覧ください。本日はご来店くださいまして誠にありがとうございます。本日もたくさんの音楽作品や映像作品をご用意しておりますので、ごゆっくり店内をご覧ください。以上、ソラルでした。皆さん、ソラルです。
今、ファミリーマートではソロルキャンペーンを実施中です。対象商品を含む500円以上のお買い上げレシートを送るとファミリーマートオリジナルプリペイドカードが抽選で当たります。詳しくはファミリーマートのホームページをチェックしてくださいね。以上、ソラルでした。